はい、皆さんこんにちは。アメリカ上です。今日はですね、バスケットの話題をまたしたいと思います。昨日行われた、ワールドカップに向けての親善試合、まあ最終試合ですね、チュニジア戦です。まあ残念ながら、日本代表は76対78でチュニジアに敗れてしまいました。あの試合はあのダイジェスト版でまあ見ました。まあなかなか良かった、なかなか良かったというか、まずは、あの、八村選手がいなかったんですよね。八村選手とあと篠山選手がまあ出てなくて。で、八村選手はあの、疲労で、まあ、疲労を考慮して、それでまあ外したらしいです。で、あと篠山選手はあの、指を怪我したっていう話ですよね。監督の話に、親指ですね。右手の親指を怪我してしまったと。で、ちょっと腫れてるみたいらしいんで、まああの、外そうという感じで、外したということをまあ監督は言ってます。で、まああの試合ですけども、あの比江島選手が、なかなかいい動きに戻ってきましたね。あのキレのある動き出てきましたね。あとあの馬場選手は相変わらずなんかもう速攻で一人でガーっていくような感じのまあ感じですけども、あとあのちょっとねファジーカス選手がちょっと疲れてんじゃないですか。彼は、ちょっと疲れてるのがちょっと気になりますけどね。ただ3試合です、もう当たって砕けるで、まあ勝てば4試合になる、トーナメント、リーグ戦突破すればまあ4試合になりますけどね。それ勝てば 5試合になりますけどね。もうどんどん試合やっていってもらいたいんですけどね。ということで、まあとりあえず親善試合はこれで終わりました。親善試合はこれで終わって、あとは日本は9月1日トルコ戦、それで、9月3日チェコ戦で、9月5日アメリカ戦ということです。もうトルコ戦ですね。サッカーとはどうなんだろう、同じなのかどうかわかんないけども、初戦っていうのがとてつもなく重要です。とてつもなく重要です。多分バスケットもとてつもなく重要だと思うんですけどね。なんでね、初戦どうにかしてもう引き分けはないんで、まあ勝つか負けるかしかないんで、まあ勝つ。あるいはもう僅差で、まあ、僅差でまあ負ける。もう本当にもう、今日みたいに76対78ぐらいでまあ負けるとか、まあそんな感じでまあ抑えて次チェコ戦につなげていってもらいたいんですけどもね。あとはそうですね。あとはこの日本代表戦では前日のドイツ戦を22人上回る過去最多の、18,377人の観衆が集まったということですね。まあ、B リーグも結構もう盛り上がってる。まあ、その上でこの代表戦も盛り上がってる。なんでね、ワールドカップ、できれば一勝してもらいたいです。トルコ、チェコ、どっちか、一勝してもらいたい。アメリカに勝つかと、ちょっとあれですけどね、どっかで一勝してもらいたいんですよね。そうすれば、今後ね、今後まあ、B リーグも盛り上がって、まあ、バスケット目指そうという人がどんどん増えていく。そうすることによって、日本代表が強くなっていく。暁ファイブが強くなっていく。まあそういうふうな好循環を生むと思うんですよね。なんでね、いやー、18,000人以上ですか。すごいですね。バスケットのこの数字はすごいですよ。あと、まあちょっと話も、元に戻りますけども、まあ選手の話に戻りますけども、あと渡辺選手。渡辺選手もまあ元気にまあやってましたね。もうほとんど不安はないでしょう。なんでね、9月1日のトルコ戦、もうここと、あと3日のチェコ戦、どうにか一勝してもらいたいですね。まあそういうことで、もうこれで親善試合終わりました。あとはもうぶっつけ本番ですね。ということで、まあ頑張ってください。かけながら私も応援していきたいと思います。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス、アスタマニアナ。